こんにちは、星垣です。それでは続きからやっていきたいと思います。エアリスタミナ情報、かなり久々ですね。ちょっとこれを一回やっていきます。はい、ということで、まあこちらの店舗移動のやつが終わったので早速いきましょう。今回は確か闇の森みたいなのに行くはずなんで、まあせっかくなんでヒントさっさと見ちゃいましょうか。はい、もろもろ飛ばしてここまで来ました。ということで、人目につきやすい場所ってことは住人が多く集まる場所ってこと、そこにメッセージが隠されてる。こちら前回ですね、白の教団みたいな感じの人を探しましょうっていうことで、ここじゃないかなと思うんだよね。ですよね。まあなんとなく分かってたんですけど、紅白の別れ、信ずる者へ、旅の手伝いに嫁いらず、サンドの飯より飯が好き、つまりそれだけで好きということのお話。間に合うのか、見学に来た者も、片蔵のも笑顔を浮かべる客もいる。ルールはいたって簡単だ。馬形は大皿に盛られたチャーハンに、焼き飯かなこれは、焼き飯に、所狭しと並べられた餃子を時間内に食べる。象のような胃袋に流し込み、ノンストップで時間を残し平らげた。裏メニューも食べたいな。白いハートを読め。ということで、何かの暗号のようですね。白いハートってこれじゃないの？これは選べないのかな？白の信者へ、縦に読めということが暗号に書かれているので、3つの、これなんだ？魔剣 L？ 3つの間、見える場所、像の裏。3つの間、見える像の裏ということで、像の裏ですかね。3つの間に見える像の裏。なんだこれ。ねえ、ビル、いつ、あ、ビルに話しかけちゃった。この国の、あ、そうなんだね。何かしないと生きていけない。あ、内緒。なんで言えないような職業？内緒ってるでしょ。これ以上の質問はやばよ。おや。なんかビルに適当に話しかけたら、いなされちゃった。3つの像の間ということで、像を見つけないといけないんですよね。なんか落ちてる。まあ、これも見ましょうか。あれ？いや、めちゃくちゃ普通にストーリー進んじゃった。赤くなれてない白いハートの頭の文字だけ読めばいいの。いや、まあ知ってるよ、わかるけど。三つの間、見える場所の像なら、ジャックの部屋。ああ、こういうことか。なるほどね。あったね。何者にも染まらない。月下の住人、白木者よ。桜の木の下、不思議な小瓶を持ち、暗黒に満ちた世界に近い、大樹の木の、大樹の根の元、ドリンクに集結せよ。結構やるじゃねえか。で、これはどういう意味なんだ？これはどういう意味なんだろう？だね。桜の木の下、不思議な小瓶を持ち、暗黒に満ちた世界に近い、大樹の根の元、ドリンクに集結せよ。わかんねえな。まあ普通に、あ、これもしかして聞けるのかってことじゃないのか。なるほど。さあ、じゃあ根の元というところですね。木の根の元ってことは木を探せばいいのかな。単純に考えると大きな木なんてあったっけな。ここはこれじゃね。普通にやったね。不思議な小瓶を手に入れた。なんだろうこの小瓶、ドリンクミーって書いてる。なんだろうねこの液体。飲んでみよう。
バカ、まだ飲むな。なんで？ゾーラに書いてあったろ。不思議な小瓶を持ち暗黒に満ちた世界に近い胎児の根の元、トリンクミってよ。いっぱいあるけど、とりあえず人数分持っていくね。まあなんか持っていきましたね。じゃ、まだ飲むべきじゃないと。じゃ、次は、迷いの根の元ってこと、こっちかな？あ？ローディング入った。なんだこれ。これは、違うかな？ここですね。やっぱり当たりましたね。ここで桜の木の拾った小瓶の液体飲めばいいんだな。やった、やっと飲める。じゃあ、せーので飲めよ。せーの。お、久々にワンカシーン入りましたね。なんだこれ。苦いけど甘い。よくわからん変な味だな。ねえ、チシャ、小瓶の液体飲んだのに特に何も変わらないんだけど、うちらこの後どうする？ここで何かあるまで待っていた方がいいかな。おー、なるほどね。で、扉に入れるだけか、このサイズになって。なるほどな。確かにこれなら誰にもバレずに集会に集まれるってわけだ。すごいね。あの液体を飲むと、体も着ている服や帽子も一緒に小さくなるんだ。みんな液体飲んで小さくなったから、このドアの向こうに集まってるんだね。そのようだな。じゃあみんな行くよ。ということで、入ってきます。敵の本拠地へ。うわ、すごい広いとこ。誰もいないみたいだけど。おい、eat me って書いてるクッキーがあるぞ。ほんとだ。とりあえず食えばいいんじゃね？お、食べていいの？お。ああ、なるほどね。元の大きさに戻るのか。ほんとだ、戻った。おお、不思議な体験だ。これなら忘れられない思い出になりそうだな。ここで待ってればいいのかな？なんで？なんでっていきなりうちらがズカズカ入っていったら向こうも怪しむでしょ？なんだ貴様らはーって。な、考えすぎだろ。こいつらが張り紙出してここへ来いって言ってんだぜ。遠慮することはねえよ。なあ、狂ったポシャ。聞いてねえぞ。おいお前、何クッキーくすねてんだよ。ちゃんと落としとけよ。このクッキー小さいから隠し持ってもバレないよ。そういう問題じゃねえだろ。あんたがそんなこと言うなんて珍しい。列もあるんじゃない？あのな、あのクッキー一つくらい欲しかったな。誰かここに来るぞ。お、白の信者。お前らどうやってここに？うちの名前はアリスって言います。こっちがチェシャ猫で、こっちがマットハッター。決して怪しい者じゃないんです。誰の紹介でここへ来た？紹介とかではないんだけど。紹介ではないだと？それならなぜここの場所が分かった？僕たちも創造主を探している。君たちも探してるんだろ？そのことを聞いて僕たちは君たちの集会に参加したくて、手がかりを探してこの場所にたどり着いた。ここに来るまでもがすごく楽しい時間だったよ。これからもっと楽しい時間を過ごせるんだろうね。ちょっと待ってろ。まあまあ通してくれそうな感じはありますけどね。ねえ、うちら大丈夫かな？さあな、とりあえず待ってればいいんじゃね。どんな集会だろうね。楽しみで仕方ないよ。早く案内してくれないかな。なんか知らない集まりに参加するのって緊張するよね。はあ、なんかドキドキしてきた。はは、嘘つけ。は？なんでうちが嘘つけなきゃいけないのよ。緊張とは程遠い性格してんだろ。緊張ぐらい誰だってするでしょ。喧嘩するほど仲がいいって誰かが言ってたよ。仲いいね。何言ってんだこの狂った帽子は。あ、来たよ。これで通せそうですね。ほうほう、まずこの服を着てください。はい、来ましたら案内いたします。3人とも着きました。あ、着きましたじゃねえわ、来ましたわ。それでは私についてきてください。ではここで今しばらくお待ちください。うわー、結構たくさんいるね。お、始まりますね。ちょっと待った、待った。大きな声出さないで。お、
え？なんかすごい日本人形っぽい顔だな。白の集会へようこそ。純粋無垢な白き心を持つ信者の皆さん。うん、すっげえ顔だ。これもお面なのかな、一応。こたびは以前に暗黒街へ出向かれた救世主にならんとする勇敢な信者の成果により、また一歩闇の世界の創造主、闇の女王様へ近づくことができました。ほう、闇の女王様。ほうほうほう。しかし多くの者は闇の導きにより、闇の女王様の生贄として魂を浄化されることとなりました。この者たちは魂を浄化することで、これはなんだ？英語安全の共存を許されたのであります。かな？従って決して不幸なことではありません。赤の女王により作られた心ある者が安心して暮らせるこのハートの国は、私から言わせれば所詮、虚無にしか過ぎない。虚栄かな？わかんねえけど。闇と共存することを拒み、闇の女王様が作られたこの闇の世界を汚す愚かな国だ。いいですか？光があるから影ができるのです。いずれ必ず光は漆黒の闇へと変わるでしょう。この国に未来永劫などない。今分かっていることは、暗黒街で闇の住人に襲われることなく暮らしている少女がいるということです。ほうほうほう。なぜこの者がその身と心を宿したまま闇と共存できているのか、その理由を知ることで永劫安全へと近づくことができるのです。へえ、すごいね。闇の世界でも心を持ったまま生きたら、まあそれはそれで、まあそうなると赤の国がいらなくなるのかな。この身と心を宿したままの闇の住人として許される存在になるためにも、この少女を捕まえなけ、捕らえなければならないと。なるほど。この少女を手に入れることこそが未来永劫なる安全へと近づける唯一の方法なのです。結局この人も安全を求めてるなら赤の国でいいと思うんだけどな。やっぱそれじゃダメなのか。どなたでもいい。暗黒街へ出向き、闇と共存する心を持った少女を探し出せるという我々の救世主にならんとするものよ。いざ前へ。どうするんだアリス。行こうよ。行かなきゃここまで来た意味がないだろ。行くよ。それこそ創造主にたどり着く道はないんだから。創造主って難しいですね。はい、行きますと。皆さん、今ここに我々の救世主にならんとする者が集まってくれました。大きな拍手を持ってその勇気を称えましょう。これにて集会を閉会する。大きな成果を祈り、次の集会を待て。はい、ということで、では救世主にならんとする者たちをついてまいれ。そなたたちは集会は初めてだったな。ほう、すげえ。そんな顔覚えてるんだ。あ、ってなんか報告されたのかな。うちらもこの世界の創造主に会いたいと思って参加しました。そなたは創造主を見たことがあるか。いえ、でもどこかにいるんじゃないかなって思ってます。そうか、白の信者として長くいる者は知っていると思うが、私は一度創造主である闇の女王に会ってます。ほう、なるほど。何、それは本当か。一度会っただけでなぜそいつがこの世界を作った創造主だとわかる。実際に見たものにしかわからないでしょう。空は瞬く間に闇に覆われ、日は満月へと変わり、空に浮かび上がったその姿はまるで闇の化身。待て、この世界はもともと闇に覆われた世界じゃなかったのか。違う、この世界はもともと黄泉の国と言われる死者の住む世界だが、ある時突然それは起こった。なるほどね。黄泉の国は世界の闇へと闇の世界だ、逆だわ。闇の世界へと変わってしまったんだよ。闇の世界の創造主、闇の女王様によって。そうだったのか。それでどうなったんだ。それで私の目の前に次々と闇の住人が女王により召喚され、心ある者が犠牲となっていった。この世界を支配する闇の女王を目の当たりにした私は必死になって逃げ延びたのです。やっぱこの人も生きるのが一番のためなのか。なるほど。なんであんたはそんなヤバいやつと共存できるなんて思ってるんだよ。そいつは見境なく心ある者を殺してるんじゃないのか。それはある情報を入手したからです。方法。情報？暗黒街になぜか心ある少女が闇の住人に襲われることなく平然と暮らしているという情報。多分その少女は創造主である闇の女王に心ある闇の住人として生きることを認められた唯一の存在なのでしょう。まあなぜその子だけが認められたのかっていうのが少し気になるところですけどね。
これからそなたたちにお願いしたいのは暗黒街へ行き、暗黒街で暮らす心ある謎の少女をここに連れてくること。待って、俺少女と創造主が読めないんだけど、致命的じゃねえか。いや、私が見た夢の女王と聞いた話では見た目の食い違いが多すぎる。なるほどね。その少女自身は怯えるだけで我々心あるものを襲ったりはしないそうだ。なるほどなるほど。すごい大雑把ですね。そうか。まあ行ってみなきゃ何も始まらないし、とっととその少女とやらを探しに行くか。ということで今から行くことになりますね。借りを返してもらうよ、アリス。え？ということで今の借りを返してもらうって言って、我々からすれば好都合ね。奴らなら他の信者よりも期待できる。あ、これもしかして。あれじゃないかな。なぜならその少女は闇の世上に認められし存在なのだから。何故闇の住人に救われる、襲われることなく平然と暮らしていけるか、その答えが分かれば、私は闇の女王の配下となり、闇の住人を利用して、この世界を支配することも可能かもしれない。そう、それこそが私の未来永劫の安心なのだから。しかし、奴らは赤の女王にハードのダイヤを献上するダークシューター。我々に忠誠心などはないのでは。仮に謎の少女を見つけたとしても、ここに連れてこられないことも十分考えられます。それに我々の存在を赤の勝利伝えられたら。私も奴らを完全に信用しているわけではない。今回はお互いの目的が一致したまでに過ぎないからね。確かに奴らを招いてしまうことが私にとってリスクを伴うということは分かっている。しかし奴らはこの国最強と言われるチシャネコに伝説の元ダークシューター、そうなんだ、元ダークシューターなんだ。少女を探し出す者としてはうってつけだろう。利用価値のある者は利用しなければ。安心しろ。念のために、ハットとヘイヤに奴らの監視役をしてもらう。ハットとヘイヤは奴らに負けない実力者だ。もし少女を渡さなければ、力ずくで奪い返せばいいだけのこと。これ最初にあったメガネの子じゃないのかな？まあ、って思うんですけど、どうなんですかね。まあ、予想としてですけどね。はい。CM に入ります。はい、五章暗黒街ということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。